恵まる。おはようございます。おはようございます。せっかく徳島に泊まったんでね、ちょっと帰る前に渦潮を見て帰ろうかなと思って、今渦潮の船の方に向かってるんですけど、渦潮もなんかこう見れるタイミングっていうのがあって、なんかあの潮干狩りと一緒でやっぱ大潮の日がなんか一番いいみたいで、ホームページでその潮見表っていうのが公開されてるんでね、お出かけの方はそれを確認して行くといいと思います。あ、ここがかの有名な大塚国際美術館、知ってる？有名なの？有名だよ。有名なの。そうそう、前来たのこれこれこれだった。これから今度あ、ここうちらが泊まったホテルだ。これから淡路島に一回渡って、まーさんの好きなアジを食べて、それで本州の方に戻りたいと思います。はい、今日のお宿が浜松なんでね、ちょっと距離があるんで、もう渦潮を見てアジを食べたらもうすぐ浜松の方に今日は向かうことになります。はい、行ってきます。ただまあ四国みたいなね。うん、綺麗だね。こりゃ気持ちいいや。うん。ねえ。走ってたら全然見えないけどね。お、まさに兵庫県。はい、兵庫県淡路島だね。淡路島。左、渦潮ラインって書いてある。いない。
道の駅うずしお。なんか結構混んでんのかな。ね。駐車完了。お腹もいっぱいになったところで、ちょっと小雨がね降り出したんで、このまま高速に乗って静岡の方に向かいたいと思います。っていうのがすごい分かる感じ。分かる。うん、お湯すごい良かった。ツルツルになってすごい、もうポカ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 してきちゃってさ、うん、
なんかほら本当にこれ温泉なのかなっていうような温泉もあるでしょ。そうじゃなくて、いや温泉使ったよっていうような温泉だった。わかりにくいね。でも本当に良かった。もう一回行きたい。寒山寺だったよ。寒山寺。なんかそうやって書いてあったように見えた、ね。立山寺じゃない。あ、本当だ。出口だけだ。一旦停止だって。何？あ、開いた。あ、本当に？今日のお宿、佐合ロイヤルホテルです。着いた。おはようございます。おはようございます。はい、いよいよ最終日を迎えました。はい、ちょっとあいにくのお天気なんですけど、この後止む予定なんですけどね。どうなるんでしょう。昨日泊まったホテルで、遊覧船の無料チケットをせっかくいただいたんでね、今遊覧船に乗ってきたんですけど。本当だ、あれに乗ったの、あれ。で、今浜名湖にいるんで、浜名湖といえばうなぎなんで、うなぎを食べてその後お家に帰りたいと思います。はいはい、ここだ。あ、うなぎそこだ。だからここでうなぎを食べて帰りたいと思います。雨止むといいね、食べてる間にね。この辺でいい？よし、着いた。うな州、うな州さん。ないよ、東京。どっちだ？右、静岡の方じゃない。いいよ、東京って書いといてくれればいいのにさ、静岡と名古屋じゃさ、ん？って思うよね。はい、ビューンと東京まで帰ります。前の車は視聴者さんの種丸さんのキャンピングカーです。たまたまちょっと今お会いしてね、一緒に走っていただけるそうです。車とバイクだけど。いいよね、キャンピングカーね。ね、いいよね。そう、車中泊ができるからね。また
雨が降ってきたよ。はねまるさんは車だしな、いいな車。はねまるさんここでお別れです。あそこでお別れだ。あ、じゃあね。ありがとうございました。6日間かけて山口、広島、四国を巡って西日本ツーリングに行ってきました。すごいなんかいい経験になりました。本当絶景も見れてとても楽しかったです。雨も降ってきちゃったんでね、今日はここでもう失礼したいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。すごい綺麗。なにこれ。すごい。いやー、来てよかった。絶景。